10月20日に放送されるテレビ朝日系、ミュージックステーション2時間 SP にて、上ンの与シ城章と河野純希が米津玄師の、レモンのカバーパフォーマンスを披露する。動画、与シ城章は2019年、プロデュース101ジャパンで、レモンを歌唱したこの日、エムステ、初出演となる上ン先日、スーパーカリ、トリガー、ビーナス。 のスペシャルメドレーを当日披露することが発表されたが、本日10月17日、ヨナシロとコウノが、レモンをカバーすることも明らかになった。ヨナシロは2019年に放送された、上腕結成のきっかけとなったサバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンのポジションバトルの際に、レモンを歌唱し注目を浴びたことでも知られている。デビュー前のヨナシロが、レモンを歌う様子は、 プロデュース101ジャパンの YouTube 公式チャンネルにアップされている動画で確認することができる。